高難度恐竜戦線轟きあり、ティガレックス1頭でティガレックスの爪破壊だからこれも余裕だな。で伝令、我が隊の野営地に、野営所にティガレックスが出現、何らかの凶暴な力を秘めている模様。この方を聞きしハンターは急ぎ現場に向かわれたし、耳栓して命拾いしたぜ。耳栓なんかねえな俺。耳栓か。あれティガって耳栓でよかったっけ。回避をすればどうということはない。回避バインドボイスだから近かったら食らうぜ。どこ反に不可能はない。あ、ここどこだ。なんでいきなり青色が見えるから引きようかと思ったら全然そんなことはなかった。右下だから2番か3番かその辺じゃね。これ上位だよね。上位だよ。出てくるものは貝なんだけど叩いてるな。いやいや卑怯だしね。謎の守りとか出てくるからおかしいなと思って。卑怯は貝にないはず。うん。お、あったいた。まだ恐竜ウイルスには、恐竜か、恐竜ウイルスにはなってないっぽいね。ちょっと待とう、背中に乗る。あ、ちょっと待って、おっさん、いっけ俺いっけ。あー、弾かれた。吹き飛ばされた。あるあるあるじゃないですか、今完全に。くそ、誰か先近づきやがったからバレちゃったじゃねえか、先に。回ってる回ってるか。尻尾の方に先当たった。メインとって余裕です。あ、飛んだ。乗ったか。乗ってない。乗ってない。クマさん届いてない。いや、届いてるよ、尻尾にギリギリ。尻尾じゃ乗れないな、うん、死ぬ死ぬ。ロボット鼻。今回のこのティガの振り向きの。あ、乗ってる。あれ乗れてない。飛んだけど乗ってないぞ。先っちょしか当たってないけど。先っちょだけじゃねえか、ほんと。あ、怒った。早いな。あれ。変なところに発射していきましたね。おいおい、こいつやべえよ、この動き。うわこれは上に、上にいようかな。嫌な位置だ。俺が上に行くと。行くぜおら遠い。あはー、クラッカー入ったね。フナ君の一目だからちょっとやばい。もう一遍上行こう。あはー、つえ。届く位置じゃない。あ、見えてなかった。あ、やべ。登ってくるよね。降りてこい降りてこい。で即登る。あれ回復ってどうやって出たんだっけこれ。あれこれすぐ登ってくるこいつ。お飛んだ。ああ熊さんチャンスじゃん。そこだ。行け行け。行ったな。よし、うん。俺もちょっと叩いておこう。暴れすぎ。どっから出たんだっけ。あちょっと暴れすぎだぞ。遠い遠い。そこちょっとまずいな。こけたとしても攻撃できるか。おお、こっちまで転がってきた。お、そろそろ来ちゃいな。行くぜ、行くぜ。よし、よし。行くぜ。頭は任せろ。爪だぜ、爪。なんだ、なんだ。クマさん、ぶっ飛んだ感あるな。お、尻尾早っ。そろそろ。お、尻尾出た。そう。いてぇ。尻尾から尻尾が。よい。おお。クマさんハマった感ある？食らってないぜ。当てどうやん。いや違う、ウイルスだ。まだ僕これ。これダメージないらしいぜこの時。マジっすか。こんだけ血が出どうのに。でもなんかないらしい。ちょそこの戦い危ないわ。もうちょっと真ん中。お、いやもう爪壊れた。爪やりましたわ。俺なのか。いいね、そういう時は自分の手柄にしとけ。やべえ。あれ動き遅いな。ウイルス化しとんのに。強くなりすぎて重くなったとか。何あのスーパーサイヤ人理論。あはー、そこはまずいって。やっぱここ危ねえって。大丈夫かい。大丈夫です。あ、枠捨てなんで大丈夫です。うん、大丈夫か。もうちょっと中央来てもらおう。さすがにこれは即回復ですよ。虫が。あ、これよく無事だったな俺。バカ。あ、誰？あざす。俺だった。乗った。乗ってない。あ、さっきの俺ちょっと大変なことしてしまった。紛る兆しが見えない。クマさんが行った。ダメだまださすがに。俺だ。届いてねー。
痛え。めっちゃ効く。普段あんまり乗らねえからな。距離感が。何じゃこれ。えぐい。登ってくる。バーカ。俺は下だぜ。僕は右から。右から来るぞ。あ、バネてる。気をつけろ。バネてる、バネてる。あ、参ってる。牛です。前向きだったんだ。ここは。そろそろ頭の蓄積値もいい具合いってるっぽいから落とし穴はめちゃおうか。こっち向いてくる。あ、移動かな？移動じゃない。ない。ん？バテてる。バテてるな。もうバテた。よし、落とし穴はめちゃおう。こっちこっち。乗る。後ろ後ろ。乗る。ああ、乗りやがった。ああ、で、どうせこれが終わったぐらいに怒るんだよ。で、落とし穴無駄になって移動とかされんだよ。画面端行きすぎなんだよ、動き。倒れる。マジっすか？そこはちょっとまずくねえか？うぇーん。あ、やっちゃったぜ。罠なんかいらないぜ。このまま死んでくれるはずだ。まだ始まったばっかりじゃん。4人なら大丈夫。ここあかんとこや。絶対あかんとこや、これ。よし、こっちだ、こっち。弾き飛ばされた。よーし。すごい飛んでった。回避と同時にヘリチェン。来た！誰も来てねえ、俺以外。あ、本当。顔振りすぎだろ！全く当たらん。無理です。顔振りすぎなんだよ。やっぱあれだな、ここで麻痺させてもらわねえと叩きにくくてしょうがねえや。できるかな。じゃあもうあんまり落とし穴にはこだわらず、普通に頭叩くか。段差のせいでさ、ティが段差無視して駆け上がってくるけど。え、死んだ。なんと。なんと。なんで。ティがちょっと卑怯くせえわ。段差無視して。来すぎじゃねえか、おら乗っとったんすか。舐めてた。全然乗れてなかった。気が舐めてた。舐めっぷや。あ、移動した。回復薬。死にかけだと思って舐めてた。まだ全然だと思うんだけど。どっちやろ。上の6番かな。西か。あ、地図があるんじゃん、地図。6番っすか。普段な。7番だ。7番だ。番号も覚えてねえっていう。これは飛び降りた。ほら登ってきてる。世代外していく。登ん落ちてくる。戦いづれよな。なんどうなってんのこれ。登りを途中で止まってんだけど。これどうやって降りるんでしたっけ。と B かな。A で振り向きながら降りたりもできるぜ。B で下に落ちる。A でジャンプする。落ちた。よしピオラした。相当シャナでこれしたかったんだけど。まあ開けるコンボもろミスったからな。あ、クンチュウが。くんちゅうが腕に。どこだ。あれもう一匹来たぜ。アルセルタスかな。バテてないな。これは突っ込んでくる。どこに行った。緑の今クマさんが出会ってんじゃねえかな。虫と。これは何倒す敵なの。いや別にサブにも関係ないし、もう掘ったらいいんじゃないかな。こっち向いてくれんと攻撃アップがつかない。ローリング。あ、腕のターン。乗る気か。乗れませんけど。いや、コンボにつなげたかっただけやで。あはー、あ、飛び降りた。ちょっと遠すぎる。どうだ。待ってよ。もう弱っとうやん。飛んだ。足引きずっとった気がするで。引きずってましたね、今。多分な、膝に矢を受けてしまったんだと。間違いない。なんか変なやつがおるで。変なやつは、ティガ倒した後に1分で倒そう。あ、お前、変なやつがおる。おら。ああ、虫に引かれてく。飛んだ。
かんかんかん。暴れっぷりがかねえ。あ、乗った。乗ってた。無視だ。ぶん殴れ。ぶん殴っとって。うわ、危ない。手が危険。殴れるもんだからな。手が超危険。こいつ転がるみたい。痛い。タイミングが分からへん。手が乗ったことないから。あ、今か。ほらほら。うん。虫が邪魔なんだ。よーし。早くハイで、ハイで倒すんだ。虫を。なんて噂だ。あ、ここでトイレ行くスタイル。虫の角ぐらいはぶっ壊しとかねえと。どこだ、虫。ほとんど攻撃してなかったで、今日。今日って。今回だろ。アギとレアじゃなかったっけ。アギとレアですね。よし、とりあえず3回。虫倒そう、虫。ああ。て虫どこいんだよ、あいつ。降りてこいよ。1分で、1分で角壊すんだ。あ、紛らせて、あれ位置が悪いわ、こいつ。どこいんだよ。すっげー戦いにくいとこいんだけど。おっ、ステスだこれ。すっげー戦いにくい。何回この崖を行ったり来たりしたらいいんだ、俺は。飛べ。あ、ひでえ。なんだこいつ、冷やかしに来ただけかよ微妙な位置でずっと飛んでる。あんまり攻めても来ないんだよ、しかも。はい、何も出ません。レアは頭蓋か。竜玉が来た。竜玉、鋭い牙、ちょっとはマシか。美味しいです。あ、なんか狂おしい結晶って出たぜ。